ですね、この番組はですね、全国にある、すみません、カンペ見てますが、今。全国にあるインターネットカフェ、ムーパから、ユーストリームを使って、全世界に向けて発信する、参加型生放送番組、進撃のムーパスという番組でございます。はい。ここ皆さん拍手してください、読みながら。ね。でですね、この番組は、インターネットカフェムーパを応援する番組で、私たちがユニットとして、ムーパーズ、毎週、毎週じゃないですね、各週のね第2、第4の木曜日7時から、TV ライブオンライン青山スタジオより、公開生放送をしておりますそして改めてちょっとね、皆さん気になるこいつら誰やと多分思っとると思うんです。すいませんね、関西弁ガチガチでってことで、ちょっとゆり子ちゃんから自己紹介をお願いいたします。ここ読んだ方がいいのかなここはですね、飛ばしていただいても大丈夫です。あ、大丈夫、はい、ここ書いてあるのが、私たちがムーパーズのって書いてあるんですよせっかくなんでね、勢いつけて言っちゃいましょう。言っちゃいます、はい、私たちがムーパーズの、じゃん、小西由里子ですめちゃめちゃ美人やね。いや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 、ありがとうございます。めちゃめちゃ、みんな匂いまで伝わらんと思うんですけどめちゃめちゃいい匂いするんですよ。ちょうど行ってきたのでヘアサロンに1年ぶりくらいに。そうなんです実はドキドキしてます隣ではいすいません、私先からちょっと仕切っております梅本優里でございます。ブログの方もね、ちょっとこちらで書いてるんでね、よかったらアクセスしていただければね。行く一応ね、この番組終わってからアクセスして見ていただいたらなと思っております。はい、こんな感じでね、番組を進めていこうと思ってるんですけどね。ムーパって聞いたことあります？そうなんですよ、申し訳ないんですけど、うん、存じ上げなかったです ね、 そうなんですね。初めて聞きましたって感じで、私もこのお仕事を決まって初めて知って、うん、携帯ね、スマートフォン皆さん持ってられてると思うんですけど、で調べてね、あ、こういうとこなんやなっていうね、なんかチキンかなんかがね、うん、結構なんか美味しいとか言ってみんな言ってた、口コミが入ってあってね一回行ってみようかなと思ってるんですけどね、うん、そうなんです。でなんか皆さんも結構知ってる方も多分知らない方もいると思うんですけど、全国関東メインなんですか、うん、に20店舗ぐらいあると言われております言われております私たちもね、ちょっとね、これから知っていこうっていうところなんでね、皆さんと知ってる人も知らない人も、知ってる人は知らない人に教えてあげる、うん、知らない人は知ったかぶりしていきましょうっていう、うん、一緒にね、一緒にね、はい、学んでいこうみたいな感じで。そう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 。とりあえずね、こういう感じでムーパーズユニットとして番組を盛り上げながら、うん、ネットカフェムーパーを応援していこうと思っております、ね、もうね、何喋ればいいか分からないような感じでもやってるんですけどね。第1回目だからね。そうなんせ、でこれ、うん、せっかくね、私こうムーパーズって言って、うん、なんかちょっとかっこいい名前ついてるじゃないですか、うん、ユニットね、うん、まあ、今2人なんですけどね、これから各店一人一人なんか担当の女の子みたいな感じでちょっと担当を持って、うん、やっていって、まあ、最終的には20人ぐらいになっていくんじゃないかと、うんうん、まあ、この番組20人ぐらい出れるんちゃう、出れるのかなっていうね。これ大丈夫、それでも絶対前にのめり込んでやろうっていうようなさすがやっぱりね、そう思っているんですけど、うん、せっかくね、ちょっとね、可愛い感じのムーパーズっていう感じなんで、なんかこれからこう衣装とかもね、あったらいいよね、あったらなんかめちゃめちゃかっこいいんちゃうかなって、ねね、思ってるんですよ。うん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 、ちなみに今日は私服でございます普通に私服、うん、表参道の駅で降りて歩いてきてるんですけど、途中、うん、青山学院、うん、大学前通るんですけど、学生に馴染んでしまった自分っていうね、そうやばい、ちょっと私24なんですけど私だって26だよ、どうするちょっとね、馴染んでるのね、馴染んでしまった瞬間にちょっといけんちゃうからって思ってそっちそっちだった趣味は若作りですけどねそうなんですよ。で衣装をね、ちょっと作りたいなって思ってるのが、うんうん、私個人的にあって、ちょっとね、上の方にちょっと大人の事情もあると思うんですけどちょっとお願いしたらなんとかなるんちゃうかなって思ってて、うんうんうん、衣装をね、やっぱり、うん、なんかイメージ的なのって
ある？私ね、うん、ムーパーズでしょ。うん、ムーパーズ。ちょっとかわいい。ネットカフェなんでね、うん、いやどうせやったらもう振り切ってしまってメイドみたいな感じのやつがいいんちゃうかなとかねそっちマジであえてのちょっとちょいエロとかでもね、みんな求めてないかもしらへんけど場所によってちょっと長さが違ったりとか、ね、そう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 、ね、ちょっとね、あのおへそ見えるか見えへんかみたいなくらいの T シャツとかね、いいなと思ってるんですけど、多分ちょっとここにムーパーって書いた T シャツとかの方が無難かなとイメージ的にね、やっぱあるんでね、うん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 、そう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 、でまあそういう感じで番組をやっていき、でですね、もうこのままちょっと1時間、うんうん、持たすんですが、まだ誰もコメントくれていないっていう、うんうん、寂しい感じなんですけどね、うん、せっかく見てる方いらっしゃったら、うん、ちょっとコメントペペッとペペッとしてもらったらもう速攻で拾って答えますからねめっちゃツッコミ入りそうだよね、めちゃめちゃ喋っておりますけどねえ、でもしもうせっかく時間あるんで、うんうん、もしよかったらゆりこちゃん普段こういう活動してますよみたいな、なんかありますか、うん、普段ね、はい、そうそうそう、こういう感じでメガネっ子キャラで、うん、世界一、うん、メガネの、ね、メガネの似合う神させ、させそこは大丈夫です、メガネの似合う女優目指してますって感じで、あ、女優さん、はい、そう、たまーにだけど、うん、エキストラで、うん、出たりとかドラマとか言うこと大事ですよ、これね、そう、メガネね、いいですよねまあ、メガネ取った顔は私は見たいっていう感じなので、後で裏でちょっと見せてもらおうかなとね。もしかしたら、来週みんな見てもらって、来週じゃあ、再来週やね。うるさい。そう、再来週見てもらったらね、メガネ取れてるかもしらへんし、と気になるね、この、ダメ、ダメ、ダメ。エロメガネ。はダメ。あの、再来週私もちょっとあのペンで書いてきますね、ここで。はい、サングラスみたいにクリクリみたいな、そう、もう変えていこうかなとね思ってます。え、ゆりちゃんは？そうなんです、私はですね、うん、ちょっと一応ね、これブログの宣伝としてこう出しておきますけど、うんうん、私普段ね、モデルのお仕事もしてるんですけど、うんうんうん、モデルのお仕事しながらシンガーソングライターでございます。おー、ありがとうございます。ここみんな拍手するとこなんでね、聞きたい聞きたいとかってね、ほんとね、ちょっともしかしたらじゃあ再来週メガネ描いたまま歌ってるかもしれないコラボコラボ、もうせっかくなんでねムーパーイコールメガネってどうですかね、これムーパーね、ここ目あるし、ちょうど見えますかね、ね、ね、そう、かわいい、ここハートになってるよ、そうそうそう、こっちはメガネつけての、ほんとだね、かわいい、かわいい、ちょっと進撃って進撃って今流行りの、そう、うん、ね、うん、いう感じでちょっとね、これからいろいろ考えてちょっと番組を作っていこうっていうとこなんですよね、うん、そう、まあ、もしね皆さんあの番組見てる最中に衣装こんなん着てほしいわとか、うん、あの番組の一枠の企画としてこういうのちょっとやってほしいなとか、そういうのがあったらぜひね、うん、コメントとかでもね、ブログとかでも全然見てるんでね、コメント私たち、うん、見てるんで、あのブログのコメントとかに書いてもらって書き込んで、もう家業か ね、 ね、難しい結構ね、書き込んでもらったら一応ね、そういうの見て、うん、何度か大人の方に相談しもって ね、 ね、ちょっとあの、うん、やっていこうかなって思ってるんですよね、うん、いや募集してますんで、ぜひ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 お待ちしてますよ、出ないけどこの辺までっていうのをちょっとやってみたかったんで、これね、でもこの辺にね、いつか出る、多分そのうち出るようにしてもらいます、うんうん、そうなんですよ、ぜひね、みんな見てもらいたいなと思ってるんですよね、うん、ネットカフェとかって行く？私ね、うん、結構ね、どれくらいやろう、いやでも行きますよ、少女漫画見に、あ、漫画ね、漫画をね、うん、あのね、うん、ただちょっとショックなことが、うん、少女漫画を見てて、昔学生の頃とかはね、うん、全然あのその世界観に浸れたんですけど、今はもう設定が、年齢の設定が低すぎて、わかるそれ、ちょっと切なくてね、うんうん、どうしても、うんうんうん、なんか
自分が高校生やったら私こんな人に恋したいけど、うん、今ちょっと高校生なーとかいう感じでね大学生になれたけどみたいなね。でもキュンキュンしてますよ、見ながら高校生のあの、うん、何ブレザー着てる姿見て、うんうんうん、めちゃめちゃかっこいいやんと思って、うんうんうん、ちなみに、今見てる漫画は、うん、今日恋を始めますっていうのを見てるんですよね知ってます？なんかドラマ？ドラマじゃない？なんか映画でもやってました、ね、やってました。うんうんうん、うん、もうねまだ映画見てないんですけどね、うんうん、ちょっと気になるところでございます。連載中？で今はもう全部出し終わってますね。そうそうそう。ゆりこちゃん行きます？ネットカフェ実際ほぼ行かないですよね。何回かしかないね。確かにね。なんかそのお家にねみんなパソコン持ってる方とかもいてるし、うんうん、なんか今ってパソコン結構持ち歩けたりするんで ね行かないと思うんですけどね、うんうん、ただね行ってもらいたいっていうのがやっぱありますね。そう行きたいなと思った。そうそうそう、こういう企画っていうか、そうそうそう、こういうお話いただいて、あんまり女子一人っていうのが行きづらいじゃん、うん、としてもそう なんだろうね、うん、なんだろう今ね多分その、うん、あの全然行かれてない方とかもいてると思うんですけど、うんうん、今のネットカフェってすごいんですよね。そうだよね、うん、安いし、あのパックでね何時間パックっていうのももちろんありますし、うんうん、漫画から雑誌から、まあ、ネットでね映画見たりとか、まあ、こういう番組を見れるというね、すいません、うん、ちょっと宣伝しましたね今ねこちらの番組も見れますし、うん、あとあのシートとかもね、席って言ったらいいの、うん、なんかリクライニングから何やらいろいろありますよね、うん、っていうのでね、そういうの考えるとしかもめちゃめちゃ綺麗やしっていう。そうなんだ。なんかシャワーがついてるとかありますよね。あります。そうそうそう、たまに超びっくりする。住めるというね。だから本当終電とか逃したりとか、あとなんか昨日お風呂入られへんかった本当に昨日お風呂入られへんかったけど今ちょっと2時間空いたなとかいう時に行ってもらってシャワーだけ浴びてねちょっとね、朝遅くてね、そうとかね、夜遅くて朝早い時とかね、そうそうそう、ちょっと寝たいだけみたいな時に家帰ってね、バイト行くのに、ね、これお風呂入らんと行ってしまったけどこれからデートやっていう時とかにね家帰ってたら時間ないけどっていう時とかも駅前とかにあるんでね、ぜひ、まあ、しかもムーパーですよ、ムーパーに行ってもらったらね、うんうん、いいなと。で爽やかに次そのままねデートしてもらったらいいかなと思いますね。ね。シャワー押しって。ネットカフェ押さなあかんのに、シャワーの後のデートを押してるっていうね。いやいや、そういうね、でもね。そういう使い方もできますよっていうね。もちろんもちろん。臨時で臨時。そうそう。漫画も読みますしね。あの、デート最中に会話なくなったわと。うんうんうん。漫画見に行こうと。いいと思います。あの、個室やからね。ね、そうそう、そうそうそう、結構足とか伸ばせたりするんでしょ。伸ばせます伸ばせます、ね、自由空間ですよ本当に自分のねうん、うん、時間を使えるしね、うん、もちろんもちろん。そうそうそう、まあ、ただねちょっと注意事項がね、声のボリューム、私はね行くと誰かと行くと絶対声でかいからそれね意外と迷惑ね。うん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 、みんな気遣ってあんま言ってこないけどな、多分声のボリューム大きいんやろなって思うんですけど、ちょっと喋りたくなるよね、そういう静かな余計ね、そう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 、こしょこしょ話でも余計響くというね、こしょこしょ話の方が聞き取りやすいみたいな時あるからね、そうそうそう、気になるとかね、あるんですよ、あるし、本当ね、いやネットカフェ、うんうん、いろんな楽しみ方が多分あるんでしょうけどね多分私たちの知らない知らないこととかもあると思うんでしょうね。ゲームとかも多分今できる時代であるし、うん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 、そういうのあったらねぜひ教えてもらったら、私たちも多分普通にネットカフェ行ってね、こうゲーム一生懸命やってるから、ね、うん、オンラインゲームとかね結構やってるでしょ。そうなんだ。でもね、うんうん、私ね本当ね、その大阪出身で、その初め東京と大阪の通ってたんですよ、週1回通ってって言ったんですけど、うんうんうん、もうバスでね帰るから間の時間結構空いてたりとかして、そうだよね、で知らない街なんで、うんうん、変に出歩いても怖いしと思ってて、うんうん、その時とかにねネットカフェとか使って、うんまあ、漫画読んだりとかいろいろしてたんでね、うん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 、いや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 本当お世話になりましたよ当時そうですね
今もみたいな。本当です、ね、たまにね行くにはね、行くには、うんうん、たまにめちゃめちゃ行きたくなりますけどね。あ、わかる。もう家におるよりネットカフェみたいな、なんか外出たい時にね、うん、うんうんうん、どうしても行きたくなる。うんうんうん、でしかも普段絶対 YouTube とかそんなに家で見たりせえへんのに、うん、ネットカフェ行って YouTube 見たかったりとかね無性にね。なんでなんですかね。ある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 、あれはずっと見続けるとかね。家で絶対せえへんのに、ね、友達ん家行って、うん、洗い物めちゃめちゃ置いてあって、洗い物自分家のも残ってるけど友達ん家行ったら気になってちょっと洗うわって言って洗ってる感じ。わかる。なんか人ん家のこと気になって掃除しちゃうとかね。そう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 、自分家めちゃめちゃ汚いのにとかありますよね普段やらないことをやっちゃう、やらないことをやりたくなるっていうねありますよね。でしかもそのね、インターネットで今はもう 数えきれないほどの遊びができるから、ね、うん、うんうんうん、調べるだけでも面白いしね。ね、確かにそうあるんですよ。ない駅がないぐらいだもんね。ね、うん、どこでもある。うんうん、なんか普通にちょっと休憩しようよとか、うんうん、ちょっと疲れたわとか漫画読みたいのあるねとか言った瞬間に普通に、うん、ああるよ。ね、そう絶対目に留まるもん、歩いてて。あるけどね。どうせやったら駅前にあるね、ムーカに行ってもらえれば ね、うんうん。私たちも行くんですけどね。行く行くムーバーの方で、まあ、多分ねこれからお仕事としてもそのキャンペーンとかで多分いろいろやっていきながら多分あのお邪魔することもあると思うんですけど、プライベートでももちろん多分行きますよ私ね。多分こう仕事で慣れて、うん、もう普通に平気でなんか毎日行ってそうな勢い、うん、きっと慣れたら本当ね、うん、多分行く、絶対行くと思う。なんかその知らんからこそこの番組ね今こうやってやってるんですけど、うん、知らんからこそもっと知っていこうっていうなんか興味もありますし、うんうんうん、多分そのね名前は出せないですけどいろんな多分漫画喫茶とかそういうのネットカフェっていっぱいあると思うんですけど、多分その店舗店舗によってやっぱりね違うと思うんですよ、雰囲気とかって、うん、特色とかね、あるからね。そうそう、だからねそういうのもちょっとマンチェと私はちょっと行ってみたいなと、しかもこの番組終わってから行こうかなとちょっとね思ってるんですよね、うん、ちょっとピンクのカーディガン見かけてもちょっとシュッてシュッてなさいめちゃめちゃ喋ってた人やんとかって言わんあ、さっきのみたいなめちゃめちゃ喋ってるやんって言われた瞬間にもう普通にじゃあコメントしてくださいって逆に突っ込みますからね。うんうんうん、ほんと、ね、いやでもね多分私ねこの間ねそのムーパーに関していろいろ調べて、すみませんちょっと携帯失礼しますね、うん、なんかねみんなの口コミとかを見てたんですよ。じゃあねなんか食べ物フードって言ったらいいのかな、そういう場合はがなんかめちゃめちゃ美味しいのがなんかあるってみんなめちゃめちゃ言ってたんですよ。へー、それをねちょっと食べたいなとか思ったりとか思わなく、なんか思わなかったりとかって今言いそうなんだけどそれは危険思ったりね思ってて、うん、ちょっと待ってね調べよう。私調べたら出てこなかったんだよね。なんかなんかムーパーズで調べる出てこない、違くてサイトは出るんだけどなんか中身が出てこないっていうの、店舗の名前みたいな何々店何々店だけしか出てこなくて、出てきました出てきました、出てくるんだ、なんでだろう、私アンドロイドだけど全然出てこなくて、あ、アンドロイドは対応してない、アンドロイドって AU? AU、うん、私ね、ドコモの方も出てこなかったりとか出てくる日があったりとかで、何それなんか日によってね、私の携帯ちょっとなんか私と一緒で気まぐれなのかひねくれなのか、ちょっと拗ねてるのか、うん、最近ちょっと可愛がってないからなんかね、お風呂に連れて入るからもう蒸し暑いんや思ってるのかもしれないんですけどねそうだね、それだそうなんですよ、ムーパーね、こういう感じでね、ちょっと見えるかな、うんうん、こういう感じでね、サイトのね、ごめんなさい、ちょっと 見づらいかな、おうおうせっかく寄ってもらったのにもかかわらずこういう感じでね、ムーパーネットカフェ、うん、アルバイトも募集中でございますそうぜひね、今すみません、あの昨日行きたてのネイルが綺麗に映っておりますじゃあこのためでしょ、このために、いやこのためですよ、本当わざわざ携帯触って振ったのもこれわざわざこのね、うん、ネイルを見せるためであったっていうね、うんうんうん、そしてピンクのカーディガンでピンクで揃えてます春カラーでございます
ついでにメイクもちょっとピンク使ってやります。合わせ技でね。そうなんですよ。やっぱりね、女の子はピンク使った方がいいから、うんうん、ただね、今ちょっとなダイエット中なんですよ、私。実はちょっと話変わったけど、うん、ダイエット、ダイエット中で、うん、気づけばね、うん、あの事務所のプロフィール詐称するぐらいの体重変わってたって。え、そんなに。いや、全然、いや、もともとが細かったんじゃないか。いや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 、888ですよ、全部ね。いやいや、ほんとね、びっくりするぐらい詐称してたっていうね、ぐらいだったんで、その嘘はついたあかんなっていうことでね、うん、今ちょっとダイエットしようと思って頑張ってるんで、ね、うん、ダイエット方法も皆さんいいのあったらちょっと教えてください、ね、私に。わかる、そういう女子的に ねちょっとね、やっぱ女の子なんでね、うん、こんだけ喋ってるけど。こんなに喋ってるけど、こんな喋ってるけど、なんかね、ムーパのね、ご機嫌口コミがね、こう探してる時に携帯のやつ出てこないですよね。そうそう、で急に動かなくなったりとかね。そう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 、あるある。出てきてほし、なんか別にいいわって思ってる時に間違えてその検索ワードのやつを押してしまって出てきたりとかするくせに、うん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 、やっぱあれなんですよ、そうそうそう、口コミムーパ、皆さんもね、これね、ぜひね、調べてもらえればと。調べて、あ、こんなんやってるんやとか、逆に私らも知らんこといっぱいあるんで、こんなんやってるよみたいなことをね、うん、教えてほしい、教えてほしかったりね、うんうん、教え合いっ子、うん、教え合いっ子ね、ちゃんとしていただいて。どこやったけど、なんかフードが美味しいよっていうのをね、書いてあってね、で、渋谷にね、うん、あるんですよ、ムーパー。もう渋谷近いんで、こっから、うん、行って食べようって今日おる予定で決めて。あ、マジでこの後のコースのスケジュール的に、ね、ダイエットをね、うん、言ってしまったけど食べますからね、確かに。あれ皆さん、もしかして渋谷店でお会いするかもしれないです。そうなんですよね、出てこないな。出てこない。でもね、そのドリンクとか、あのフードがすごい豊富な、あの店舗って言ったらいいんですかね、これ、うん、店舗、あの、うん、ネットカフェなんですよね。だからね、あのちょっとお腹空いたなとか、あのお昼休憩とかあるじゃないですか、会社の。あ、そういう時とかに、ね、なんかこう、うんうんうん、1時間2時間空いたわって言って、でもなんか、うん、ご飯食べてブラブラするのもなと思ってたら、もうネットカフェ行ってもらってね。この時期ちょっと最近暑いですから ね、今日も暑いですから、喋、ね、りながらもめちゃめちゃ汗かいてますからね、私。やばいやばいやばいって、うん、ちょっとね、だからね、そういう感じの時とかに行ってもらって、うん、あの美味しいご飯食べて、それよりも持ち込んじゃえばいいんですよ。あ、OK なんですか。 OK なんですか。 OK なんだ、お、マジで。ということは皆さん、至れり尽くせりですよ、うん、安く済ませようと思ったら松屋とかね、松屋さんが言ってしまってるけど、牛丼のね、うん、お店とかで買って、お弁当買って、そう、行って、ドリンクはタダだから。あ、もうドリンクバーで。へえ、そうですよ。パックに込まれてるってことですか。ドリンクはフリードリンク、飲み放題でございますよ。へえ、すごい。で、何やかやできるから、あのよくね、私見かけるんですけど、うん、そのランチしてる時とかに、うん、あの忙しい人とかパソコンバーっていじりながら仕事しながらね、やっぱりいるじゃないですか、うん、そういう方とかにね、ぜひね、行ってもらえたらいいかなってちょっと思うんですよね、うん、うん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 、そんな年しながら、うん、うん、いいと思いますよ、個室だしね、うん、うん、ちょっと出てこないな、何が美味しかったとか。そうそうそう、ぜひね、スナックってか、カラオケとか。いや、チキン、チキン、チキンって、チキン系だ、なんとかチキン、なんとかチキンみたいな、なのかな、うん、今多分、あのこの番組見ながら食べてる人、クリエディでごまかしてるかもしれないんですけどね。うん、いや、言って言って、これからそういうの教えて。本当ですよ、ぜひぜひ参加していただいて。あ、もうなんか、うん、こいつらめちゃめちゃ喋ってるけど大して思わない番組やとか思われたくない、みんなでね、そうそうそう、この番組を作り上げてね、うん、こう楽しくしていきたいっていうね、うん、まあ、振られたら何でもやる関西人もいるんでね。せっかくなんでね。イメージ的にそうだよね。そう、もう今日はね、いかに可愛く映るかっていうのを家で頑張ってこうシミュレーションしてきましたけど、やっぱり喋ってしまってるからもう素が出ちゃうっていうね、もうね、あるんですよ、もうそこがね、
せっかくね、こんだけちょっと時間空いたから、私がちょっと考えてることで、やっぱり衣装をね、うん、衣装ちょっと、ね、まず衣装だよね。どういうのかっていうね、うん、夢を膨らましていこうじゃないかと今ちょっと喋りながら思いついたんです。思いついた。どういうのがいいかなって、せっかくボードあるから絵で描いてみようかなって、ちょっとね、消し消しよ、消し消しがない。もうこれはねもういっちゃう、素手で私ね、結構ね、こういうところがね、ざっくりしてるから私描けない。いや、私も絵、めちゃめちゃ下手くそですよ。ここは、番組中はいろんなものが言えば出てくるという至りり尽くせるの空間がここにもあります。ここにもありました。ムーパさん関係していると何でも至りり尽くせりです。そんなことはないんですよ。後でね、ありがとうございましたっていう、ね、大人の事情も挟まれ、いやね、ちょっとね、私が絵心超ないんですが、衣装をせっかくなんでイメージするのは履いてみようかなと思うわけですよ。やっぱりメイド系でいっちゃう。いや、どういう感じにしようかな。メイド系、どういう感じがいいんやね。なんか可愛いけど、あのやっぱり年齢も年齢なんでね。そうなの。ゆりこちゃんは私24でちょっと2つ先輩なんですけど、私も24でね、ちょっとめちゃめちゃブリブリやったらきついやろと。そうね、だって各店ちょっと担当持った時にね、あのめちゃめちゃ若い子とか入ってきたらこうね、私らめちゃめちゃポツンとしてるやんってなってしまいそうなんで、逆になんか申し訳ないってなっちゃうからね。そう、20代半ばでも着れるような衣装をちょっとね考えようと思っているわけで、ちょっと待って待って、おかしいよ、ちょっと見せよ。これ何から、いや最初こっから、まずこっから、これベースですからね。こっから入りましたからね、こっから。何この丸。ちょっと待って、はいはいはい、とりあえず、ね、とりあえず、ね、丸からね、これから入り、うんうんうん、これ丸はね、顔なんでね、やっぱバランス取るためには顔が必要なんで顔の次に棒が来ました。下にちょっとこのくらいの棒かな、うん、棒来てやばいよやばいよ、ちょっと、小学校1年生ぐらいかな、ちょっと美術の時間美術あるよね、美術の時間、うん、あ、3年生ぐらいにしとこうかな、頑張って。あのね、うん、絵描き歌みたいな感じで多分できるはず、これは。もうそれは私、あのシンガーソングライターやるから、これ絵描き歌みたいな感じのやつ作るとか。作る、言っちゃった言っちゃった、行こうよ行こうよ、それやってみようかな。テーマソングとかも作る、ね、そう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 、ムーパーズのテーマソングとか欲しいよ、ね、ここ BGM とか流れたら、だってね、こうなんかその、うん、宣伝しますみたいな、うん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 、で、どんな感じやろ。ムーパーズ、すいません、もう全然面白くしようと思ったけど一切面白くもない。じゃん、普通てか誰みたいな。ちょ待って待って、誰これね、もうね、私の絵心のなさですよ、ほんと。でも言っちゃうと、私も多分こうなる。これになるから。いや、これね、描けない描けない、こっから何も生まれない。ゆきちゃん、衣装はジャージですか。これはですね、私のイメージは T シャツの感じですね。T シャツ、あの、ロン T かな。そうそう、あとあの、うん、若い子はね、ここにね、ちょっとフリフリのスカートとか履いてもらったりね、ちょっと私らのようにちょっとこう、アダルティーな感じの女子にはちょっとこう、デニムとかね、ちょっと履いてもらったりとかして、うんうん、大人の色気を出していこうかなと、うんうん、とりあえずは上だけみたいな、はい、下は自由みたいな感じで、で、いこうかなと。でもそれやったら面白くないですよね。でもそれを、うん、それぞれがなんかちょっとアレンジしてみたいな、うん、でもそういいよな。ゆくゆくはね、うん、私ね、ちょっとね、そのテンポをね、任された時とかに、うん、やっぱりそのなんて言うんですか、せっかくなんで、うん、ちょっとこう働いたりとかね、
ムーパーズのユニットとして、うん、まあ、受付ちょっとさせてもらったりとかね、うん、お店の雰囲気をね、そうそうそう、そんなのしたいなと思って、うんうん、あまりにもこうちょっとフリフリすぎたら、ちょっとね、この辺、私の今日の服みたいにこの辺に引っかかるみたいなね、とかなるんでね、絶対これびしゃびしゃにしちゃいますもん。やっぱりそれはこう、また受けたらなとかね。あとね、どうせならユニットやし、うん、アイドルユニットみたいな感じでめちゃめちゃ嬉しいなって言いながらそういうのもやっちゃう。そうそうそう、アイドルユニットとして、うん、まあ、歌ありダンスありとかで、うん、ちょっとやったら面白いんちゃうかなって。ほんでなんかステージみたいなね、うん、こう立って、うん、ムーパーズですとか言いながらそれこそ大丈夫かな、耐えられるかな。いやでもね、それね、あえてやってみた方が面白いんちゃうかなと思って、まあ言わんかったらね、ね、バレないね。言ってますけどね。言ってますけど、言わんかったらバレへんちゃうかなって思うので、ちょっとこれを私は考えてて、それを進めていきたいなぁと、個人的に思ってるんでね、これ終わってからちょっと相談。要相談でね、アイドルユニットを組みたいと。ちょっとアイドルみたいにこう、踊って、歌って、何やねん、この踊り。何こういうね、小学生でも。こういうノリのね、いい感じ、元気、盛り上げていこうみたいな感じの曲を歌って、踊って、で、まあ、20人なら20人集まって、こう一つステージ打つとかね、そういうのもやっていけたらなって、ちょっと思ってて。ね、若くないアイドル。若くないアイドル、他の子も同じくらいの年齢ってことですかね。それは分かんないけど、やっぱりその10代とかも来ますよ。おとなしいですよ、私からしたらもう。でそう、若いってえなっていうね、まあ、そういう場合も背の順にしましょう。前センター誰が取るかとか背の順ね。私多分一番かな一番かな一番。もうそこはね、若い子を前に来てしまったら基本的に保護者みたいになりますから。なるね、きっとね。後ろで。すごい。保護者が優しい目で見てるよね、絶対。なるんで、うんうん、そこは、ちょっとね、やっぱり、背の順とかこう、ね、あるんでしょうが、ね、混ざるようにね、うまくね。うまいことやって、こう、うんうん、アイドルユニットやって、ゆくゆくメジャーデビューみたいな。どうせやるならメジャー狙おうっていう、ね。やっぱりね、そこまでいかないと。そうそう、夢は大きく。うん、何年でそこに行きますか。何年、まあ、今日スタート、まあ、この番組が始まって今日がスタートなんで、ムーパーズ、うんうん、そうですね、とりあえずちょっと3人集まったらその音楽ユニットとしてやっていくっていうので、3人集ま、2人はちょっと寂しいんでね、うん、3人集まったらスタートする、音楽をスタートするっていうので、メジャーデビューに関してはやっぱ進撃ってついてるからね、早くないとびっくりする。全然勢いないけどみたいな。やっぱり年齢とともに進撃のムーパーズを言ってるから、やっぱりこれは勢いないとあかんので、確かに1年未満でね、やっぱメジャー行きたいな。1年未満これ行きますよ。やっちゃいます。もうメンバーがまだ20人達成してなかろうが何だろうが、もうこれはメジャー行きますよ、絶対に。やっちゃいます。で、あとね、写真集とかね、やっちゃいます、みんなで。でも写真集はね、うん、せっかくなんでちょっとグラビア要素とか割ってもいいんちゃうかなって。全然。それまでにはちょっとや、私が痩せてからの写真集になりますけどね。もうそれはね、やっぱりこの、うん、ちょっとこう、別にリーダーとか決めてないんですけど、まだ。リーダーでもまだなんとでもないんですが、それはもう私基準で私が痩せてからって。でもね、やっぱりそういうの重要だよね。うん、大事です。そう。もちろんね、やっぱり。ちょっとお水飲ましてもらっていいですか。喋りすぎて口パッサパサ。はしゃぎすぎた。あとね、照明当たってるんでね、これちょっと可愛く映るために、あれです、乾燥します。ちょっとね、うん、気持ちあったかいかなみたいな、うん、このね、場所ね、大丈夫です。うろった。早いな、早いな。サボテンに花咲いたぐらいになりました、今。サボテンに花。サボテンに花。サボテンに花。乾燥しきってましたからね、今。カピカピやで、ね。やっぱりね、写真集を出す。夢ね、ちょっと夢書いていこう。最初は、じゃんちゃかちゃん、夢。ん？写真集から始まった？写真集、もちろん。あれ、衣装じゃないの？
まあ、衣装も写真集は、まあ、とりあえず、まあ、グラビア要素とかで、うん、こう水着とかまあまあありの水着もありの、うん、で、まあ、ユニット組むってなったら歌うってなったらもちろん衣装が必要になってくる、うん、それこそ必要だよね、うん、そ T シャツじゃん、ね、だけどねこれ衣装作ってくださいって言うんじゃなくてユニット組みたいんでやっぱどうせやるんやったらユニット組みたいんでって言って、うんうんって言ってちょっとじゃあダンスちょっとみんなでやりましょうみたいな歌もやりましょうってなった時に必然的に、うん、あじゃあお前らちょっと衣装もいるよなっていう風に持っていった方が話を進めやすい。すごいな。小賢しいからね私。そう写真集と、うん、ユニットね。ユニット歌ね。そうそうそう。歌歌。あと一日店長もねさせてください。ね、ぜひきっとパッて言ったけど、ね、思ったことパッて言うからねやっぱり。まあでもこれやね、やっぱり写真集ユニット、うん、第一日店長店長店長あとなんだろうね、もういらっしゃいませのあのなんていうんですか、お客様が来てからのあのいらっしゃいませとかじゃなくても、うん、その働いてる従業員の方とかもいらっしゃると思うんですけど、もちろんその時からもういらっしゃいませみたいな、いらっしゃいませみたいな掛け声でやりてあそんな元気よかったっけ、うるさいって言われてありますよ俺そうやそうやそうや、あんまり元気良すぎるのもそうやそうやそうですね、そうやシックにいらっしゃいませと、そうだね、ユニット練習の高いそうそうそうユニットだからね、ただあの笑顔練習とかねあとしたいよね個人的にね、個人的にでもそれはちょっとまだちっちゃいなって思って、もうちょっとこう大きい夢をね、やっぱメジャーデビュー、メジャー 1年以内そう未満そうメジャーデビューメジャーユニット、ちょっと待って、ムーパーズで行くのかな、ムーパーズで、ね、じゃじゃん、すいません課題寄りすぎやけど、写真集出してユニット組んでメジャーデビューね、で一日店長こっちや一日店長やろうかなと、まずこれは、うん、あの絶対やりたい、必須必須、うんうん、これはまずね、もう私どんだけちょっとキャップ落としてしまってね今ね、あこれのそう、まあ、後ほど、まあ、後ほどでいいかな、反省してしまったら申し訳ないですけどね、これね、後ほどで、おっと、そっちの方まですいません、まあ、カメラの方まで飛ばしちゃってるからね、申し訳ございません、本当私のようにペンが乾燥してパサパサやわって言い出す喋り出すからちょっと蓋しとかないです、うん、危なかった、そう絶対メジャーデビューはね、とりあえずあの、うん、やっていきたいなって、個人的にもどうなんですか、できるんですかね、ちょっとこれ今多分ね、社長とかのムーパーの方とかのこのいろんなこのっていうお許しが聞くあの降りるかどうかわからないんですが、せっかくなんで、まあ、ファンなり、うん、みんなから支持されないと無理ですよね、うんうんうん、なるほど、ここがそこを盛り上げさせるにはどうしたらいいですかね、どうしていきましょうかね、ここにたどり着くためにたどり着く、いや、 やっぱりね、その交流ね、地道なことからコツコツと西川きよしさんが言っておりました、師匠が言ってる、ね、とりあえずね、じゃあ、あの店舗任されて、うん、みんなでね、うん、で、まあそんな感じでどういうふうにやっていこうかということで、まあ握手会やら、うん、サイン会やら、撮影会やらその他もろもろ活動していき、確実にねちょっと応援してくださる方を増やして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 して、ユニットもうその頃には20人ぐらいにはなっているだろうと、かなだといいんだけど、若い子も来るだろうと3人だけだったらちょっと困るけど、そうそういや もちろんね、そのユニット組んだ時にも体力的にね私ら大丈夫かっていうところがあるんで、若い子目の前の方でちょっと頑張ってもらわないとね、それこそ高校生じゃん、そうそう、もう喋っていく時だからもうガンガン出ていきますけどね、もちろんもちろん、でやっていきたいなと、メジャーデビュー、夢はメジャーですよ、そしてできれば紅白とかね武道館ライブとかね、いいねいいね、いや夢は広がりますよやっぱり、うんうん、こういうユニット組めばね、うん、ユニット、ユニットですよ、ユニット組めば夢はやりたいことももちろん、うん、夢は ね膨らむ、膨らむからそこ、そうそう、何しよっかって感じだよね、そうファンの応援してくれる方とネットカフェに来場、一緒に来場すると
一緒に漫画読む時間を作るとかね。みんなに無言でこれこうやって個室とかじゃなくてもこう、ね、公開してるスペースとかもあると思うんです。そういうところでねちょっとやってみたりとか、うんうん、こういうのが面白いよとかって、うん、それ交換し合いとかかな。もう普通に、友達感覚ですね。そうなるともう普通にお友達っていう感じでこう漫画一緒に読み合ったりとかね、そういう時間を、まあ、1時間なり、うん、1時間半なり、うん、できたらいいなってね。そういうのを定期的にやりたいね、うん、漫画も読めるし喋、うん、れるし あんまり大きい声で喋れないよってよそういう時はね。もちろん私もちょっと小声で喋る練習をねちょっと次の週にはちょっと再来週ね、ここではいいんだけどね、うん、再来週ぐらいにはちょっと小声で喋れるようになったよと、うん、どうしてもね勢いがあるんでね、うん、もうそう怒られたらもう怒られた時でもこれでも小声ですと小声で頑張っておりますよと、ね、その姿見たいな私が小声で喋るイメージ絶対ないですからね、うん、個室でこそこそっていうのがね。そうなんですよ。でちなみにね初めの頃に言っとくべきやったと思うんですけど、実はですねゆりこちゃんとね私今日初対面でございます。本当にさっきあったんですよ。そうで、私の方が入り時間ちょっと遅くてさっきいてたんですけど、入った瞬間めちゃめちゃ美人いてるわと思ってちょっとクッてなったの。ラフな感じでおはようみたいな感じになったっていう、ね、かわいい聞きました今。かわいい、かわいいよね、かわいいブリッコだけは得意ですアイドルはね、アイドルはね、そう、アイドルアイドルはいくつまで許されるのかっていう問題にもなっていきますがねアイドル舐めてんのかって言われます。いや、もちろんですよ、ね、アダルティーアイドルみたいな、うん、よくわかれ、アダルティーアイドル、いや、いいんじゃないですか。ちょっと新しい感じで ねプロデューサーぜひ連絡先はこの辺でっていうアダルティーアイドルこれ乗ったみたいな、これ売れんちゃうかと思ったらね、うんうんうん、そう、いろいろちょっと面白いね、うん、うんうんうん、でもいろいろできる気がする。なんかせっかくやしやってった方が絶対面白いと思うし、やってみてあかんかったらあかんかったでそこはもう、うんうん、また別の学校ね、そうそう、うん、できるし、あと個人個人の名前も覚えてもらえないとダメじゃん、まずは。そうですね、呼び方とかね、うん、ちょっと次次の放送日までにはね、なんか決めてるみたいな、決めてるアイドルやったらだっているもんなんとかなんとかのゆりですみたいな、かわいいやつね、こういうやつでユニアンですみたいな感じのなんかあるね、確かにそういうのをね、うん、ちょっと決めて覚えてもらって、だって梅本ゆりとかね、そのちょっと仲いいからね、みんな多分これ AKB さんとかやったら板野友美さんやったら友人とか呼ばれたりもしてるしね、うんうんうん、そういう感じでちょっと私らも呼ばれたいなと、うんうん、せっかくやからちょっとアイドルになりきりたいなと思って、うん、でちょいちょい ね、ちょっと次から企画もちょっと考えて、うん、まあ、ゆりこちゃんと次どんなんやるみたいな感じでやって、もう番組ももうちょっとこうどんどん面白くなっていくわけですよ、うん、今日はちょっと第1回目ということで、ね、そうそうそう、緊張しながらの、全部が初めてだもんねそうそうそうもう緊張しながらどうするみたいな感じの思って進めてるんですけど、もう次からはちょっとね企画をなんかどんどんやってきたいよね、小道具持ち込んでね、小道具小道具、超気になる小道具、小道具持ち込んでね、何やこれみたいなぐらいのことをちょっとやっていってすごいな、なんかゆりちゃんだったらやりそうだよねいや私は多分やると思いますよ、もうどうせならね振り切った方が面白いんじゃない、ね、もう画面に入んないよみたいな感じのやってそうそうですよ、もうこれね、ここで収まる程度でね、うん、お願いしますって感じで、それをねちょっとやっていきたいなと、もうだってもうこれでもね、ちょっと振り切りすぎるとね、ちょっと出演ができなくなるんじゃないかという恐怖もあるんで、ちょっとね、そういう抑え気味で、うんうん、やる前にはちゃんと確認取ってからやりますからね、うんうん、楽しいことを、ね、そういうのもさ、ね、なんかあればね、うん、
言ってほしいかな。そう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 、このコメントでもいいですし、ね、あとブログとかで見たよとかも言ってほしい、うんうんうん、ぜひね。それだけも全然嬉しいよね、うん、もう、うん、ぜひぜひコメント、コメントとかを返したりします？ブログ。そうだね、書いてあれば、うんうん、なので私も返してるんで、うん、コメントしてくれたらコメントしますよ、うんうん、しますよって言ったらおかしいか、しています。していっているので、でもしなんかいや次の企画でこんなんやってほしいわとか、うん、そういうのもねブログとかでも全然いいんで、そのブログの内容関係なくね、メッセージとかでも全然送れますし、うん、あるいはね、そういうの言ってもらったらどんどんやっていきます。ハングリー精神旺盛、うん、旺盛、うん、なんでね、旺盛ね、旺盛って言うかね、どうせ進撃って言うからね。そうそうそうっていう感じなんで、そうムーパさんをこれからちょっと盛り上げ、今日は多分あれですよ、第1回目やからね、多分ムーパさん の社長さんとかあのもう見てますよきっと。絶対ね。どうですか。でしょうね。どうも初めましてで、そこからまたみたいな感じだけど。一番小賢しい、絶対なんか社長抑えたらいいやろみたいな。よろしくお願いしますいやもうこれからどんどん、あの私もね、さっきね、そのもう1回目やからと、ちゃんとしとかなあかんよという感じで ね、うんうん、ね聞かされて、うん、もうめちゃめちゃ緊張してすっごい汗だら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 書いてましたからね、ちょっとねテカリがね照明の加減でこれ直さないアイドルためそこアイドルはテカらないんです。そう、大丈夫、乾燥もしないです。乾燥もしない。まずアイドルって喋り方変えないといけないの私ね、まずね。大丈夫じゃない、こういうアイドルもでもいいかもしれないですよね、うん、だってアダルティーでしょ。アダルティー、大人の色気大人の色気がサロペット着てるっていうね、うん、ここちゃんとポケットついてますからね、ポケット。あ、それ入れるためのじゃん、それあと携帯なくしやすいんで、私物をね、うん、ここに入れておくって。それ携帯入る？携帯入ります。入るんだ。携帯入れたりとか、うん、何でもやってる。でもたまに忘れるんですよね、こういうとこ入れてるとね。入れたことに。そうそうなんだ。あともうこの全然の話変わるんですけど、これ、うん、この服着た時、うん、トイレめちゃめちゃ困るっていう。確かに。そうだ、カーディガン脱いでこれ下ろしてってなるとすごい忙しい。今日だから、あ、もうそろそろ家出なあかんわと思って、うん、この服着てから、あ、トイレだけ行こうと思って、さっき着たやん最初に着る前に気づけっていうね。そうそうそう、あるある、そういうの。そうだからね、やってしまったと思って、もうやっぱ衣装はそういうのも踏まえてのがいいよね、やっぱりね、踏まえて、あの、うんうん、ささっとね、ステージ前に緊張してトイレ行きたくなったってなった時とかに、ね、ささっと行けるような、もうちょっとスカート上げてさみたいな。ちょっとまたね、年取るとね、やっぱあんまトイレ我慢できなくなってくるんでそんな年じゃないでしょ。いやでもね、本当、あの体の衰えをすごい感じますよね。22かな、22ぐらいからちょっとこう乾燥とかを気にしだし、あ、風邪とか治りづらくならない。いや、めちゃめちゃなんですよ、ね、22くらいだよね、もう。あと急に青たん、青あざって言った方が伝わるのか、うん、青あざとかも、うんうん、治らない。あ、しかもなんか増えてる、いろいろ場所にいつの間にみたいな。あの、青あざできてちょっとこう治ってきたな、治ってきたなと思った時に、黄色くなった時の黄色の時期がめちゃめちゃ長いっていう。ある、やっぱりそう、信号みたいなもんやから青信号なってもうたみたいな感じ、痛いわ痛いわ思って、やっと黄色なったとか、めちゃめちゃ黄色長いやんみたいな。黄色長いはあんまりないけど黄色めちゃめちゃっていうね、信号で言うと黄色は一瞬ですからね。うん、本当はね、でも関西人の方は黄色の信号は進めと思ってますが、皆さんちゃんと注意してください。っていうね、これあれですよ、中学生とかも、あの小学生の方とかも、この番組もし見ている方いたら、そういう勉強のためにも、教育にもいい番組やっていうのでねアダルティーだからね。そうそうそう、アダルティーだから、やっぱりこう、ね、うん、なんか眼鏡かけてる助教師みたいなちょっとお姉さんが、ね、イメージ通るみたいな感じで、ね、そういうね年齢層広い感じで、うん、教育にもいいような番組にしていこうかと、うん、もうこれ思いつきですよ、完全。全然いいと思う、やっていこうかなとね、うん、まあ、たまにちょっと18禁とか15禁とかなるかもしれないですけどね、そこはね、うんうん、いい番組にどっちになってもしていきたいなと
個人的には個人的っていうよりも、もうここにこの関係のスタッフも全員思ってます、うんうん、もうムーパーズとして発信していっちゃって、うん、いいよいいよって、ね、そう第1回目はねとりあえずこんな感じでバー喋って、うん、ムーパーって言ってやっていて、次からどうしようみたいな感じの相談すらもしてるという番組内でやることいっぱいあるよこれから。これからね、本当やることいっぱいある。うん。でもそれがちょっと楽しかったりとか。なあ、うん、うん。そういうのがあんまり今までがなかったから、うん、ちょっと楽しみ。そう。ねえ。ねえ。だからこれからそのまあ多分ね、社長とかと、いやこういうのやりたい。うん、うん。髪の毛抜けた今の。やりたい。髪の毛抜けた今。え？抜けた。この瞬間って。見えない。びっくりした。髪の毛びっくりしたのね今。ね。そうそう。こういうのやりたいって言って。うん、うん。いやそれはちょっとダメやとかも多分あると思うんですけどね、うんうん、それをね、お祝いやつけつつみたいなね、そうそう、それがしかもできていくのはこの番組を見ていただいて私たちのことを応援してくださるたくさんの方のもちろん応援とか力も必要なんでね、ぜひぜひ応援していただいて、うん、私たちもその応援に応えれるように、うん、どんどん飛躍してね、ムーパさんともども頑張っていきたいと思っておりますっていう、なんで締めてんねんっていうね、まだ番組終わらんぞっていう、うん、ちょうどね、ごめんなさいね、これでね、そう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 、潤いでね、潤いが、潤いがちょっと私の潤いが、潤いがね大事なんでね、そう、だから次はちょっと衣装のイメージとかもちょっと固めて、うん、そうだね、衣装のイメージ、うん、ちょっと企画と、あとはまあちょっとこの2週間、2週間空くんですよね、うん、2週間の、1週間か2週間2週間、うん、の間にちょっと私たちもムーパーのね、ネットカフェの方に行って、うん、ちょっと個人的にこういろんな情報とかいろんなとこでこうアンテナ張って、うん、いやこういうのあったよっていう情報もちょっと言えるようにね、うんうんうん、してやっていって、うん、でこういうここね、せっかく言う人とかコメントできるようになってるんでね、チャット方式で、うん、で皆さんコメントしてもらって、うん、ちょっとこう会話してっていう感じで、理想的はそんな感じですよ、うん、理想の番組。この番組は第2か第2第 4? 第2第4の木曜日19時からなんでやっておりますんでね、うん、締める方向になってるけどまだまだもうちょっとありますからね、もうちょっとね、うん、そう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 、まあ、でも次までには、ちょっと今日はね、1回目で、ちょっと緊張もあり、なんていうんですか、この番組にどういう風にやっていこうっていうのも、今日聞いた ばっかりっていうかね、うん、流れね、もう今日、さくりさくりやったんでね、うんうん、1回目だから、とりあえずこんな感じで頑張りましょう、頑張り、頑張ります頑張りますで。せっかくね、あとね、ちょっと8分ぐらい、8分、7分ぐらいあるんでね、うん、ちょっと、じゃあ、ゆりこちゃん、今日ちょっと、無茶ぶりやんみたいな感じだけどね。さすがだね、来たね。そう、振るよ、振る振る。全然振るよ。今日、ちょっと第1回目、今やっておりますが、はい、どうでしょうか、どうでしたでしょうか。いやー、久しぶりにこういうウェブ番組、うん、出るんで、うん、本当に何やるんだろうで、うん、来たんで、今日。うん、でもちょっとこういうユニットやる、ユニットやる、うん、みたいな感じの話は聞いてたんで、うん、やっぱり楽しみだなって、実際、うん、ゆりちゃんとも、メンバーのゆりちゃんと会って、うん、ね、ちょっと話してね、今ねって言ってた、ねね、いや、ほんとね、今日ほんと初めて顔合わせたんで、うん、どんな人とやるんやろっていう、お互いにやっぱり不安もあって、全然めちゃめちゃもし私がめちゃめちゃ喋るから振ってと言われたらどうしようかなとかめちゃめちゃ来るまでは不安やったんですよね。うんうんうん、そうそう、ね、私もね、こう第1回目やってみて、やっぱりこうちょっと夢がねめちゃめちゃ広がりました、うんうん、これやりたい、あれやりたいとか、そうだよね、話してみないと分かんないこととかあるしね。で、実際こういう、うん、ムーパさん盛り上げながらも自分たちもちょっとやりたいこととかも、うん、多分どんどんやっていきたいしっていうので、本当そのなんていうんですか、今まではその全然思いもしやんかった感覚っていうかこと、うん、
衣装を考えたいなとか、うん、そういう面白い企画をしようかなとか、うんうん、そういうのとかも全然この番組始まるまでは全然思ってなかったんですけど、うん、始まってあどんどんこれって無限にちょっとできるんちゃうかなとか、ねね、頑張ればね頑張って応援してくださる皆さんがついて、うんうん、支えていただければちょっとできるんじゃないかなっていうのがちょっとすごい思ったんで、うんうんうん、そういうのちょっとねいい刺激になったなと思いつつ楽しみ、うん、だね楽しみですよこれから、うん、だからねあの言っていいかな AKB さんと同じですよ育ててください皆さんがプロデューサーさんですみたいな本当ね変わりますよ多分うんここで喋ってたコーラがあんなになったんやとかね、うん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 、なる勢いで私は今この番組を進めながらユニットとしてねやっていこうという腹をくくりました進撃ですからなんせ進撃ですからね進撃やからね、はい、やっぱり進撃ってスーパー知らんとあかんかこう守りに入ったあかん気がするんだよね確かに、うん、そうだねはじめなんかムーパーズって聞いてないけど、その、進撃ってついた瞬間にめちゃめちゃ勢いあるやん。急にね。勢いが違くなったよね。そう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 。すごいなと思ったんでね。もうその勢いに乗って、ちょっとやっていかんとなって思うんで。いや、あんなことするんやって思うようなね。ちょっと、拍子抜けするようなこともちょっとやっていきたいなと。拍子抜け？そういうこともね、うん、なんか、そういう。アイディア欲しい、うん、楽しそうなんかアイドルとしてやってアイドルでいいのかなまあまあとりあえずまあとしてやっていくっていう今日はそういう感じでいいでしょう、うん、ダメですアイドルとしてねそうこうやっていく中でね、うん、こうやっぱりねアイドルやのにそれ OK なみたいな感じのこともちょっとアダルティーやから大丈夫よみたいな感じやりたい逆に ねやりたいね、うん、夏ぐらいには写真集出せるように頑張りたいね夏あと3ヶ月ぐらいまさかのそれまで3ヶ月でゆりちゃんは、うん、そうダイエットだねそう3ヶ月でダイエットするんでね、うん、今とか2週間で2キロ痩せたんで大丈夫でしょすごいすごい頑張っておりますよもう今日も歩いて帰りますよどこまでどっからどこまで歩いて帰るあの田園都市線のうーんってところまで電車に乗り来て電車に乗ってきたんですけどねやっぱメイク崩れてしまうからと、うん、暑いとそうなんだよねそうなんですけどねちょっとこれからはねうんうんはいでねもうちょっと今日は歩いて帰ってダイエットし痩せたらそうやね痩せたらちょっと写真集出させてくださいみたいな感じで痩せたんでみたいなねうんそういうのもいいかもねやっていきたいなとでねちょっとこれそろそろあと3分ぐらいですか ね、うん、で番組終わってしまう楽しかったですけども喋、うん、りっぱなしで私めちゃめちゃ喋るというねでねまあ1時間もうちょっとで、ね、1時間経ちますけど、うん、この番組見てくださってる方もう何と言えばいいのか分からないですけどこうすごい番組やなって多分思ってると思うんですよムーパセオってめちゃめちゃ普通に喋ってるみたいなねってなってると思うんですけどもこれからどんどんムーパさん関連したね、うん、こうどんどん、まあ、顔面にムーパって書いてるとかねそういう感じでムーパを押す感じでいきたいんですがうんうん、うん、ね1時間どうだったでしょうか私たちの進撃の会話やねまずそこ進撃の会話やね、うんうん、じゃあまた最後に自己紹介というかはい消しちゃった。消しちゃったね。せっかくやからちょっともう一回書かせてくださいね。もう。ダン。そう。なんか、ね、1時間通して私ちょっと番組始まる前これは1時間どうなんやろうって。どうするんだろうみたいな。そうそう。うんうん、思っててなんやかんやで喋れるんやなーっていう変な自信もついて。じゃあその間に、うん、改めまして梅本ゆうりでございます24歳ですアダルティーアイドル進撃のムーパーズって感じでこれからちょっとアイドルユニットとしてねアイドルユニットって言っていいのかないいよムーパーを応援するあのユニットとして、これからいろんな活動をして皆さんとちょっと何て言うんですか
こういう番組だけじゃなくて直接会って、ムーパさん、なんて言ったらいいの？グダグダですいません、なんか、まあ、ムーパさんとかまあ関係した感じで、番組進め、番組だけじゃなくちょっとこう喋ってね、やっていきたいなと思っております。うん、で、小西ゆり子です。で、これからよろしくお願いしますってことで。覚えてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい。で、また次、次回の、放送日はですね、第2、第4の木曜日の19時からなんで、はい、また次回も、次回をもっと楽しんで見ていただけたらなと思います。では、バイバーイ。